こんにちは、ゴルフコーチの吉本匠です。この動画では100切りを目標にしている人に向けてのティーグラウンドの狙い目の見つけ方とティーグラウンドの立ち方をご紹介していきます。早速ご紹介していきます。まずこのホールなんですが、ロングホールになります。で、距離も比較的ある、ホールでして、見ていただいて分かる通り右に OB があります。で、左は何もペナルティはありません。1打目を狙う場所を決める方法なんですが、まずフェアウェイを3つに分けます。右側、真ん中、左側の3つのエリアに分けます。で、この3つのエリアの中から、狙う場所っていうのを決めていきます。で、このホールでは、右に OB があって左は OB がありません。なので、この OB がある右サイドを避けて3つのエリアの中で左のエリアを狙っていきます。で、狙うときによくその、ティーショットで、狙いを点で狙えということを聞いたことがあるかもしれませんが、無理に点で、狙いをつける必要はありません。というのは、このティーショットでわざわざ点を狙う必要はありません。で、パターであれば、点を狙っていかないといけないんですが、ティーショットではわざわざ点を狙う必要はありません。で、ティーショットからだんだんと、グリーンに近づいていくにつれて、この狙いを少しずつ小さくしていきます。なので、このティーショットであえて点を狙うのではなく、エリアで狙っていきます。で、先ほどもお伝えしましたが、右に OB があって左に OB がありません。なので、3つのエリアの中から、その右の OB のエリアを避けて左のエリアを狙っていきます。で、打つ前にターゲットの後方線上から狙いを定めます。で、大体あのエリアというエリアを決めます。で、そのエリアを決めた後、今度はどこに立つかを決めていきます。よくその過去に、例えばホールが左に曲がっていれば右側から対角線で狙った方がいいとか、もしくはホールが右に曲がっていれば左から狙った方がいいということを聞いたことがあるかもしれませんが、これは絶対にいけません。この対角線で狙うというのは、確かに対角線で狙った方が、飛距離をショートカットできます。で、そちらの方が次のショット、の残りの距離が短くなります。ですが、これは非常に難易度が高くなります。絶対に対角線で狙わないでください。で、この対角線で狙うのがどうしてダメかというと、人間というのは対角線にスクエアにアドレスできないようになっています。で、イメージしていただきたいのは、例えば練習場に行った時に練習場が長方形の練習場とします。例えば右の端っこから左の端っこの対角線に狙うのは非常に難しくなります。このまっすぐのラインに対して平行にアドレスをした方が、人間というのは正しいアドレスができやすくなります。で、プロ選手のようにどのような状況でもまっすぐアドレスできるのであれば、それで問題ありませんが、100切りを目標にしているという方の場合は、これ非常にリスクが高くなります。なので、この状況では先ほどの狙いを決めた左のエリアにターゲットを絞りましたので、このティーグラウンドも同じように3つのエリアに分けます。右、真ん中、左、この3つに分けます。で、ターゲットが今左なので、この左のエリアからティーショットします。で、これが仮にターゲットが真ん中の場合は、ティーグラウンドの真ん中から、ティーショットします。で、これがターゲットが右の場合は、ティーグラウンドの右側からティーショットします。なので、このホールの場合はまずティーグラウンドに立った時に、左右のリスクを考えます。右側に OB があります。左に OB ありません。なので、3つのエリアに分けた左側を狙っていきます。で、ティーグラウンドを立つ場所もこのティーグラウンドの左側です。で、このままずっと平行のイメージでアドレスを作っていきます。これはもうすぐに次回のラウンドから実践できますので、ぜひ試してみてください。